リニューアル前の駅舎ホーム駅前風景、桜並木佐古市駅は、兵庫県阿蘇市浜市にある、西日本旅客鉄道阿蘇線の駅である。番州は後方面に向かって、左側に単式一面一線のホームを持つ、地上駅。愛子家利用可能駅であり、愛子家の総合利用対象 IC カードも、利用可能。自動券売機一台、簡易型の自動改札機設置。 IOE 駅管理であり、JR 西日本交通サービスが駅業務を自宅している。窓口での発見はポスター末による。ただし朝晩は無人であり、日中にも窓口閉鎖の時間帯がある。トイレは屋外だったが、2008年10月頃のリニューアル工事の際に屋内に設置された。入り口を出ると自動販売機、電話ボックスがある。以前はホームに桜の木があったが、 数年前に伐採されている。現在の駅舎は、番州赤江駅側の部分が建築されている。また、かつては、駅構内の番州赤江側に、貨物用の引き込み線があった。駅スタンプは、古き町並みと旧佐古市裏会所。日中時間帯は、上下ともに、1時間あたり2本が停車する。すべて、山陽本線姫路方面に直通運転しており。 すべて万州阿光駅が始発終着駅となっている。兵庫県統計書によると2019年度の1日平均乗車人員は707人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前にロータリー及び有料駐車場がある。周辺は住宅と農地が散在している。ABCDEFGHIJKLMNOPQ 兵庫の鉄道全域 JR 三石神戸新聞総合出版センター2011年12月15日195ページ ISBN 9兆7843億4300万6028列車接近をメロディーで JR 神戸線塚本姫時間交通新聞 P3 兵庫県統計書ありがとうございます